大丈夫か、サスケ。おう。この下等生物が。ぐナルトたちが桃式を追い詰めたその時、突如現れた片助が化学忍具を使って桃式にとどめを刺そうとする。しかし、桃式は化学忍具から放たれた忍術のチャクラをすべて吸収し、持ち直した。そして、化学忍具から吸収した影縛りの術で、ナルトたちの動きを封じ込めた。あっという間に、戦況が逆転し、ナルトたちはピンチに陥ってしまった。なるほど。それは我らの勘のようなもの。粗悪ではあるが、だが感謝するぞ、愚か者ども。やる。言ってる場合じゃねえ。ボルト、行け。こいつはお笑いだ。よもや届きもせんと。まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じ。どう。貴様などすぐにひねりつぶしてくれる。俺はお前に勝つ。そんでみんなと一緒に戻るんだ。勘違いするなよ、ゴミども。これさえあればいくらでも。下等生物がなめるな。まだいけるな。ボルト、重い。これが父ちゃん。ケルキが死ね。螺旋丸。我の存在を感じるか、人の子よ。なんだ？
なるほど。貴様、大筒木の力を強く受け継いでいるな。しかし未熟。己自身の運命を見通すことはかなわぬ。てめえ！我には貴様の運命はよーく見えるぞ。心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ。神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。何をわけのわからねえことを。その運命しかとかみしめて歩むがいい人の子よ。